仕切りで見るなんて初めてです。テスト上映だからさ、他の奴らには内緒だぞ。ほんじゃ席ついて。恋人同士ならこういう時手をつなぐと思うけど。周りが気になる？大丈夫、みんなには気づかれないよ。緊張してて可愛かった。コタニーに少しやきもち焼きそうだったよ。え？君がまるで自分のことのように嬉しそうにしてたから、もしかして本当はコタニーが好きなんじゃない？そのセリフは私にも星月先生にも失礼です。やれやれ、相変わらず厳しいな。やきもちは本当だよ。おやすみ。あれ、まだ来てないのかな。風邪ひいたの？待たせちゃったみたいだね。実習生会議が長引いてさ、ごめんね。あ、いえ、大丈夫です。そう、それならよかった。それで、今日は何の用ですか？用？君はおかしなことを言うね。彼氏が彼女を呼び出すときに用事がなくちゃいけないの？え？僕は君に会いたかったからここに呼び出したんだけど、そんなこともわからないくらいお子様なの？そんなことは。恋人なんだから、会える時間があるなら一緒にいるのは当たり前なんじゃない？それはそうですけど。それじゃ決まり。え、何がですか？放課後は毎日ここで待ち合わせをしよう。恋人なんだからもちろんいいよね。あ、はい、もちろんです。それじゃ約束ね。君と僕が恋人になって初めてする約束だよ。約束破ったらどうなるかわかるよね。え？お仕置きに決まってるでしょ。どんなお仕置きをしようかな、今から考えておくよ。私は約束を破りませんから、お仕置きを考える必要はありませんよ。そう、それならいいんだけど。君、もしかして緊張してる？そんなことないですよ。明らかに緊張しているように見えるけど。それは水島先生の気のせいです。君は素直じゃないな。でもそんなところも嫌いじゃないよ。そういえば君は今まで彼氏とかいなかったの？じゃあ初恋っていつ？さすがに初恋ぐらいあるでしょ。初恋？まさか初恋もまだなの？こんなに周りにたくさん男がいるのに。はい。
初恋もまだか。君は本当に何も知らないんだね。それなのに恋愛はゲームじゃないって言えるんだ。理想論だけは立派なものだね。恋愛も付き合ったこともないですけど、恋愛はゲームじゃないってことは自信を持って言えます。君は純粋なんだか無知なんだか。まあいいよ、僕が教えてあげるから。え？愛とか恋がいかにくだらないか早く気づいた方が君のためだよ。そんなことはありません。絶対にくだらないなんてことはないです。君もつくづく強情だよね。本当に幸せに育ってきたんだなって思うよ。まあいいや、せっかくの恋人同士の甘いひとときを言い争いをして終わらせるのももったいないからね。ねえ、君に質問。恋人としてどこまでなら君に触れるのを許してもらえるかな。もう触れてるじゃないですか。どこまでって聞いてるんだよ。答えないなら好きにしちゃうけど。手を握るくらいなら。お子様、最近は幼稚園児でも手くらい握るよ。どうせお子様です。でも君に合わせてあげる。たまにはこんなお付き合いも悪くないかな。君から握ってごらん。恋人同士なら普通だよ。よくできました。これくらいいいでしょ。僕たち恋人同士なんだよ。普通だったらこの先はキスなんだけど。さすがにお子様相手にそんな気にはなれないからやめておくよ。さあそろそろ帰ろうか。子供はお家に帰る時間だよ。お家っていじけてるの。すぐムキになるんだから。ムキになんかなっていません。はいはい、そういうことにしておくよ。それと忘れないでね、明日から放課後はここで待ち合わせですよね。分かってるならいいんだ。それじゃあ行こうか、僕の可愛い小さな恋人さん。はい。遅くなってごめんなさい。来ないのかと思ってたよ。そんなことは。こう言うと大概の女は僕を放っておけなくなるって言ってた。え？女って単純だよね。ちょっと弱ってるふりをすればすぐに落ちる。最初は遊びのはずだった女もすぐに本気になるんだ。それじゃあ今の言葉は冗談に決まってるでしょ。もしかして君も今僕のことほっとけないって思ったの。そんなこと思ってません。そうならいいんだ。そんなんで僕に落ちられたら張り合いがないし、このゲームがつまらなくなる。それにこのゲームで僕が一番してほしくないことは君が僕に対して本気になることだよ。僕は遊びでこのゲームをしている。
君が理想論を証明するためのこのゲームをね。分かってます。それに私は本気になりません。はあ、それさりげなく傷つくよ。僕に魅力がないってことじゃん。そんなことは言ってないです。まあいいや。それより座ろ。君ともっと近づきたいしさ。どうして心にもないことをそらそら言えるんですか。心外だな。僕は君に近づきたいって思っているよ。それは紛れもない僕の本心。さあ手を出して。え、僕たち恋人なんだよね。分かってます。ずっと手をつないでいるだけですけど。不満ならいろいろしてあげるけど。不満じゃないです。ただこういうのが恋人同士の過ごし方なのかなって思って。そうなんじゃない。くっついてベタベタしてれば女はみんな喜んでたし。本当、水島先生って。本当のことだよ。僕は簡単で楽だからいいけどね。私にはまだよくわからないです。相変わらず可愛いね君は。そんなことで悩むなんてさ。慣れてないだけです。水島先生は退屈じゃないんですか。君といて面白いよ。君の反応って何から何まで新鮮だしね。そういう意味ですか。あの、電話鳴ってますよ。ああ、もしもし、久しぶりだね。ああ、うん。そう。今はそっちにいないんだ。教育実習期間でね。いいよ。そっちに戻ったらデートしよう。今付き合ってる人？いないよ。ん？いや。こっちの話。今忙しいから切るよ。じゃあね。何？もしかして拗ねたの？拗ねてなんかいません。でもそういうの浮気になるんじゃないですか。浮気？違うよ。君が僕の彼女なのはこの1ヶ月だけ。教育実習期間が終わる頃には彼女じゃなくなってるよね。だから浮気にはならないでしょ。それとも君はずっと僕の隣にいてくれるの？違うでしょ。だったら次の暇つぶし相手を探しておかないと。今まで恋愛してきたんですか。だから恋愛なんて所詮暇つぶしのゲームだって何度も言ってるでしょ。一人の人を好きでいないといけないとか、相手に不誠実だとか、モラルを求められるのって好きじゃないし、束縛も好きじゃない。それに人の感情なんてものは常に移り変わるものだよ。今好かれてるからってそれが永遠に続くわけがない。人ってどこまでも利己的になれるんだよ。目の前の利益を優先する。だから恋愛も自分に利益があるかないか、分かりやすくていいでしょ。そんなことないです。初恋すらしたことがない君に何を言われても説得力ないよ。水島先生がしている恋愛は悲しいです。先生は本当は怖いんじゃないですか。相手に裏切られるのが。だからわざと自分から壁を作って人と距離を置こうとしている。
違いますか？本気になれるような相手がいないだけだよ。だったら君が僕を本気にさせてよ。そうしたら君しか見ないし、恋愛はゲームじゃないって認めてあげるよ。ほら、怯えた目をしてる。君には無理なんだよ。無理なんかじゃないです。嘘だね、信じない。先生こそ本気になって後悔しても知りませんから。宣戦布告しましたよ。しましたからね。帰ります。宣戦布告だって。やれやれ、子供だな。